3月30日月曜日の山陽新聞ニュースです。新型コロナウイルス感染症の拡大で自宅で過ごす時間が増えた子供たちのために岡山県教育委員会は29日テレビ会議システムを活用した科学イベントを開きました。岡山市の人と科学の未来館サイピアにスタジオを開設し、グラスなど家にあるものを使って実験する。 職員の映像を見ながら、小中学生が自宅で挑戦しました。真庭市、昼前地域で600年以上の伝統がある岡山県の郷土伝統的工芸品、釜細工の製作が追い込みに入っています。熟練の女性たちが2019年12月に製作を開始し、素朴な風合いの手下げカバンや、 造りなどに編み上げています。作業は4月上旬まで続きます。今シーズンの出荷量はおよそ150個を見込んでいて、地元の道の駅や関東の百貨店などで取り扱われます。高松市の新屋島水族館で傘を差す銭タアザラシが SNS、海援性交流サイトで写真映えすると話題になっています。 注目を集めているのは22歳のメス、ミュウで2019年9月、来館者が傘を差すミュウの姿をツイッターで投稿したところ癒されると評判を呼び、1日3、4回行われるショーには来館者が詰めかけ、前足で器用に傘を握る姿に可愛い,いと歓声が上がっています。続いて天気予報です。 3月30日は、岡山県南部、北部ともに曇り、夕方から晴れでしょう。岡山県南部の最低気温は6度、最高気温は15度でしょう。岡山県北部の最低気温は3度、最高気温は15度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前10%、午後10%。岡山県北部、午前10%、午後0%でしょう。 ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。